コンクルージョン。あ、お疲れ様です。今日4回目のお疲れ様です。いやおめでとうございます。何がですか。本場が3位入賞。3位をめでたいといえばめでたいですけど、悔しいといえば悔しい順位ですよね。もちろん成績表とかウェイトは毎日追っかけてたんですけど、はい、コンクルージョン、3日間の流れみたいなの、3日間の流れを3日かけて喋りましょうか。お願いします。本川って僕すごく鬼門なんですよ。実はすっごいフィールドのパッと見は得意なフィールドなんですよね。霞ヶ浦にすっごい似てて、まあ、マッディシャローなので、僕は基本的にはああいうフィールドは得意なはずなんですよ。で、昔その巨端がまだみんな二次元だった頃は徹底的に調べ上げた自分のポイントがあったから、まあ行けば大体シングル、まあ、7番とか8番とか10番とか多いんですけど、その辺だったんですよ。でもどうも2006年であそこで年間タイトル逃してから、どうも全ての流れがダメで、本川はすごい好きなフィールドでパスもすっごく多くて、練習中いっぱい釣れてでかいのもいっぱい釣ってるんですけど、試合にやるとことごとく外すっていう、いわゆる鬼門ですよね。文字通り鬼門、もうなんかダメだったんです。それがまあなんか今年は変えてやろうと思ってて、まあ練習から取り組んだのはまあ、ルーティンを変えようと、まあ、いつも向こう行ったらやってることとかしてることとか、まあ、全部逆を言ってみようぐらいの勢いで。ちなみに練習は何日間の、まあ、入ったのは9日間で、まあいつもだと僕湖をブロック分けして魚探掛けしていくんですけど、まあ今回に関しては毎日全部釣りしました。毎日全部釣りして流しました。で、最下流から最上流まで毎日必ず行こうと思って、いつもはね単純に湖をブロック分けして1日2日目3日目ってブロックの全部詳細に調べていくそういうのもあるんですけど、それをせずに今回その形を取ったんですよね。それによってまあいろんなことが見えてきて、まあ湖の中にかなりのバスはやっぱり思った通りいると。だから季節の進行が上流と比べてだいぶ違ってくる。で、バスの密度もやっぱりそれに合わせて季節の進行が早い上の方が釣りやすい魚がすごく多い。まあそういったことだけでも分かってきた。それが日替わりである部分と日替わりじゃない部分も分かってきて、で、まあ風向きに合わせて入れるポイントとかも全部調べていって、で、まあ僕のトーナメントの理論でやっぱりそのトーナメント3日間ある中の1日はやっぱり練習で見つけたポイント場所で確実にする、2日目と言われると、まあ、2日分の魚は新たに気づいたことで釣る、3日分の魚は気合で釣るっていう、まあ、そういうまあ自分の中で決めてることがあるんですけど、なので、まあ、練習で釣れる魚は見つけたんです。まず初日は、はい、結構ハイウェイとお持ち帰りというか、まあちょっと初日からね変な風が吹いちゃったんです。練習9日からが入って1回も吹かなかった東風っていうのが初日から 8m ぐらいで吹いちゃって、 8m だ、はい。で、まあ初日はそのことも懸念して、僕は朝一に必ず船団になるであろう最上流から入ったんですよ、はい、ここまで船団になるの分かってたんで船団確保で行ったんです。で、スタートが良かったからいいポジションに陣取れて、朝2投目で魚をかけて、それが外れてほら来たよと思って、これだよ本家がって僕の中で思ったんですよね。どんだけいい展開を作ったって、こういうことから始まっていくんだよ。いつも通り本家があるある、もうムシムシこんなの釣れなかったもんでしょう。とりあえず1本2本釣れるか2時間経過するまでこれ粘ろうって決めてたんで粘りました。で、2時間経過して1本キャッチできてジグヘッドで、で、まあ、ポイント移動しました。で、まあ、移動して、一番メインにしてたのが中流域のブレイクだったんですけども、そのブレイクっていうのは結構厄介で、水深 1.5 メーターから3メーターまで落ちるブレイクなんですよ。それの2メーター50ぐらいで食ってくるんです、バスは。当然そこに何かあればもっといいんですけど、何もなくても食ってくるんですね。ただ条件はブレイクの壁に当てるようにライトリグを落としていくことなんです。まあ、レッグアームのダウンショット。まあ、あるいはフリーリグでも食うんですけど、フリーリグはもっとガラガラしてる。で、何もないところはやっぱりもう、ライトリブしか食わなかったんで、で、そこを狙ってたんですけど、まあ、風速8メーターで、そのね、岸と平行とかだったら流しやすいし、風と平行だったら釣りやすいんですけど、岸とハの字に入ってるブレイクに対して、風がそのブレイクから船を遠ざける角度より、ちょっと曲がった角度で60度で吹き込んでるんですよ。超釣りづらくて、ただ初日はね、まだバスがプレッシャーかかってなかったんで、ポールで食ってくれて。レッグアームのダウンショットをビュッと入れてポールで2本で2本で止まっちゃって、そこから爆風になっちゃったんで、まあフリーリグに変えてガラガラのところに入って1本追加できて4本っていう感じで3100ちょっとで、リミットメイクはしてないんですよ。
まあ、ミスもあったんで、でフリーリーグでも1本実はちょっとバイトかなこれっていうのがあって、それもミスっちゃって、で結果的にはまあそのウェイトで、でも11位っていうウェイトで、まあミスがあった割には悪くないなと。で2日目で風が収まるようだったんで、まあ、これ絶対いけると思ってたんですけど、2日目何人なんでしょうね、まあ、朝からねちょっと僕テンションおかしかったです。狙ってもないとこ入っちゃったし、しかも風が吹いて初日釣りづらかったのに、風が吹く前に違うところで攻めちゃってたし、で上流も入らなかったし、ちょっとねやっぱり初日に油断しちゃったんだと思うんですよ。これが試合を1年間離れてたっていうことですよね。で試合にも戻るまでちょっと時間かかっちゃって、あれあれあれっていう感じで、でレッグアームでショット落として食わなくて、でこれは風が強くてちゃんと落とせてないんじゃないか、例えば昨日の午後からこの釣りバイト遠いよなって気づいた時にはもう11時だったんですよね、はい、でそこで上流に戻って立て直そうと思ったんですよ。11時になると人がまあでも動いてこなかったんですよ。上流から人が降りてこないからこれ入れないだろうなと思ってちょっと見送ったんですよ、上流の。でそんでじゃあ下流で何やろうと思った時にブレイクに脳進化を落とそうと思ったんですよ、はい、それも理由ははっきりしてるんですよ。ダウンショットが落とせないんだったらタイトに脳進化を落としていけば何とかブレイクにとどまってくれるんじゃないかな。でまずちょっと受け気味だったから初日、まあ、気温もすごい上がったんで、で脳進化に変えたんですね。で30分ぐらいやってたのかな、そしたら、まあ、ライブスコープに脳進化が映ってて、まあ、こんなゆっくり沈んでるもうタイトル落ちてるよなって確認してたんですよ。でまあタイトル落ちてるなら確認してちょっと手前にヒップしてくるかと思ってこれで持ってかれたと思ったら手前にバス来て、もう結構でかいなと思って来たわ。11時半頃まあ各人が2人でもう一巻きぐらいした方が良かったんですけど、このまま強引に体を半身に回してこっちに突こうとして、僕これ横着なんだけど試合中よくやっちゃうんですよ。もう一巻きすればいい位置にやり取りできるのに、巻かずにノーテーションで作っちゃうっていうの、はい、たまにやるんですよ、はい、どっちがバレにくいかっていうと半々なんで、はい、いっちゃえって言ったんですよ。スピード重視で。そうです。ただバスが跳ね切らなくてネットの脇にバーンって外れてっちゃったんです。で一瞬持ち上げた時にバランスみたいなことでバス乗ってたんですよ。こっちゃって、こっちゃ瞬間網投げたんですけど入んなくて、もう1500ぐらいあったかなあれ。僕あの時ね目が狂ってたんで、もう800ぐらいかなって魚が全部1200あったから、多分1500は超えたと思うんですよ。はい、で、上やっちまったと思ったけど、はい、そのわけのわからないこと食ってるから、はい、こんなのビュッと狙えないじゃないですか。体験性のない。ない。そこから30分ライブの進化は一生懸命してるんだけど、もう風が冷めてしまう。無理だ、上流に戻ろう。上流でこの釣りやろうって思ったんですよ。ただまあ、ちょうど人がばらけ出したタイミングで、上流入れていいところに。そこでまあ45分ぐらい粘れたんですよね。でももう45分しか時間なくて、いいタイミングで入ったんですよ。だって僕入ったタイミングで、周りがポロポロって釣れました。でその人たち1本目って言ってましたから、いいタイミングで入ったんだけど、まあ鬼門だからしょうがないよって思いました。でまあ3日目になるんですけども、まあ、今回ですね、まあ、メインにしてたリックアームのダウンショットこれ外しちゃいましたけど、このリールこのラインちょっと見慣れないじゃないですか。これあのインディゲーター、バスハードのインディゲーターっていうラインなんですけど、ザルツですね。まあ、これでブレークに 1.5m のブレークに投げてラインを見ながらラインがシュッと入り込んだらブレークに来たんだって落とし込んでいく。でガラッガラッガラッと落ちていくのもこのラインで全部渡り取ったんですよね。でまあこの釣りでもう一回ちゃんとやり直そうかと。でこれロットもねレッグアームのダンショットと ULS を使うんですけど、はい、僕 MLS、はい、これも、まあ、あの4ポンド強い糸を使ってるんですよ。音楽がやっぱ僕ミスが多いんで、やたらとあのスーパーササルスベリオフックを使っても僕は音楽側はやっぱりちょっと外れやすいなと思ってるんですよ、はい、魚の食い方が、はい、だ昔はもっとバラしてたんで、だ思いっきり力ずく合わせてやろうと思ってガッツン合わせに行って、まあ、このタックルとあともフリーリーグでこれでもう一回一からやってみようと思って、で朝はちょっと違うところで道なんですけども、波が引いてからその狙ってたブレイクに入って一発、20分後にもう一発、そこから15分後にもう一発っていう感じで一発して、で3発出てからこれ揃うなと思って、で水中にちょっと沈んでる木があるんですよ、はい、木っていうか杭、はい、一本だけペロって、はい、そいつをまあライブスコープで見てみたらバスが映ってて、これバスだよな、こんな杭にタイトル映ってんでもこれ食うかな、まあ、そんな簡単にこんなの食わねえよなってやってて30分ぐらいしたら食ったんですよ。それが一番でかくて2キロぐらい
2キロ、あの時ね6200ってトータルウェイトだったから、あれは2キロ弱あったと思うんですよ。ひょっとしたら2キロ超えてたかな。最終日のウェイトからいっちゃうと、はい、もう2位に倍ぐらいの差をつけてのぶっちぎりの単日首位というか、まあ、今回ね僕が狙ってたそのプリのメフツが溜まってるゾーンは選手全然いなかったんですよ。だから手つけてないんだからそれぐらい残っててもおかしくないですよね。で最終日は冷え込みと風が収まったことでブレークの下でしっかり食ってくる、はい、もう気持ちよくブレークの下に落としてワンシーク入れたらゴンってくる。2日目やっぱりゼロからの3日目のその立て直しっていうか、まあすごいまくりってみんなお騒ぎになってますけど、どういう精神状態？いや精神状態はね、2日目の時点で熱とかできてなかったんです。まだスポーンが始まってなかったの。なのでブレイクの上側は何やっても釣れないんです。いないかも。そうだからバスは絶対戻るっていうのは分かってたんです。ただどんだけ残ってるか分かんないじゃないですか。でも1匹は絶対いると思うんです、ミスってるし。だから1匹は釣れるだろう。で僕の順位は17位だったんで、ウエットで外したところで22、3位で止まる、はい、ゼロでも、はい、下とのウエット差あったから。で1匹釣れれば14位ぐらいまで上がる、はい、まあ14位だったら合格点。なんか1匹釣ることを1匹ずつ釣っていこうと思っただけですね、はい、2日間ゼロだったらもう合ってないんだし、全てが間違ってたんだからプランが間違ってた、うん、でもプランが間違ってるトーナメントを組み立てたことなんてここ10年想像ないですよ、はい、ゼロは自分の風に立ち向かう技術がなかっただけ、はい、だから技術がないもしょうがないじゃないですか、はい、あの東風8メーターの中でハの字のブレークを60度の角度で打っていくのが僕にはできなかっただけ、はい、多分そんなことできると相当少ないと思います、はい、フットボールなら簡単に入ります。でも食わないもん。だから仕方がないです。技術が足りなかっただけ、うん、技術が足りないから他の釣りに切り替えるべきかっていうところを自分で判断を誤っただけです、うん、だから最終日は僕の技術でもできる風なんだからできるでしょっていうだけの話です。ただ4匹釣ってから超冷え込んじゃって、さっき言ってたのでかいのが4匹目です。で寒くなっちゃってね、その次のポイントで1本来たのバラしちゃったんですよ。リールが負けなくて、やべ負けないじゃんってなって、でかすぎて、いやもう寒くてっていうか思ったより価値観ですよ。ずるっと滑ってやべえと思ってバラしちゃったんですよ。でまあそれ釣ったら勝ってたんですけど、まあその時にまあちょっとグローブを交換して手を温め直してから、今日おっしゃってます。そうです。グローブは必ず2個積んどけっていう話です。はい。そういった準備も全てがうまくいってたんで、まあ、リミットメイクできてっていう感じで。で変な話、最後の1本一番ちっちゃかったんですけど、750だったんですけど、あれ入んなかったら僕5位でしたから。でも、あと200あったら優勝だったんです。だから、いいこともあれば悪いこともあるのはトーナメントなんで。上位5人ぐらいが本当にもう接戦の接戦。そうですね。あれですごい見応えのある。まあ、見ての通り、まあ、上位に行った選手ってのはみんな準備がしっかりできてる選手だったんで、まあ、その中で上位に行けたっていうのはこれから年間争いがすごい楽しみなところにつけれたけど、まあ、深く考えないようにしてます。結果は結果で今回、はい、今実況中に、はい、今回の肝になったフリーリグの使い方と竿のやつは、はい、教えていただいたんで、はい、はいはいはい、これさ、恩賀川の最終日なんかとんでもない超過を叩き出してたの、あれ何だったんですか？あれはまあレッグアームのダウンショットとフリーリグ、フリーリグ2種類のルアーですね、はい、うん、まあ、今回の恩賀川戦はその2つのバーミングとクランクベイトっていうのがメインパターンだったので、はい、まあそれをやりましたね。ちょっと今日の状況とはちょっと違うかもしれないんですけど、はいはい、参考にそのどういう仕掛けでどういう考え方でどうやって使うのかとか、あ、フリーリグの使い方ですね、はい、教えていただけると。はい、実はねフリーリグと出会ったのはもうだいぶ前なんですよ。あれはね2013年に韓国に行った時に、韓国でも流行ってるんですよって韓国の方に教えてもらって、はい、ただもう韓国ではだいぶ前から流行ってて、やってる人が多すぎるから僕はやらないんですってその人は言ってたんですね、うん、で実際その大会に僕行ったんですけど、はい、その大会フリーリグ使わないで5位になったんで、はい、まあ僕はいらないわと思ったんです。みんなそれやって連れてなくて、釣ってきた人はほとんど違うルアーだって、僕もフットボールで5位だったから、まあもう終わってるんだったら動いてもしょうがないと思ってたんですよ。でも日本ではこれから流行るから動いておいてくださいよって言われていろいろしてもらったんだけど、ほとんど僕聞かないで帰ってきちゃったんです。まあ基本的にはあんま聞かないですから。でその時韓国で流行ったフリーリグはリングワーム、41のリングワームに夏型重りだったんですね。でまあ大体のイメージはあったけど、その後やっぱり日本でも入り出して、でまあこういう仕掛け
フリーリーグっていうのはこうまあ勘付きのダウンショットシンカーみたいなやつをフリーへ通しているテキサスリーグと同じシステム、はい、まあ、要はテキサスリーグと一緒なんですけど、テキサスリーグよりもシンカーがこう先に落ちてくる。要はテキサスリーグでポーンと落下して落としたときどのぐらいこうノーシンカー状態を長く作れるんですよね、はい、まあ、これを利用した、リーグなんですけど、これね実際にリザーバーでやるとものすごくノーシンカー状態で作り出すことができるんですけど、はい、シンカーを重たくすれば恩賀川とか霞ヶ浦みたいなところとシャローとかカバーとか打ってもノーシンカー状態って大してできないんですよ、はい、でもフリーリーグの方が釣れるっていう、まあ、フリーリーグ使ってる結構釣るんですよ。なんか原理があるはずだなと思って僕なりにこのフリーリーグを今回は徹底解析してみました。で僕が分かったフリーリーグの使い方っていうのは、基本的にこのノーシンカー状態これ無視してください、はい、ノーシンカー状態を作りたいならノーシンカーでやれと、はい、もしくはキャロでやれって思っちゃいます。でどうやって使うかっていうと、基本はこう 何かこうカバーとか、カバーというよりもまあボトムのハードボトム、ある程度高さがゴロゴロしている石が一番いいですね、はい、それにこう打ちます。そしたらこれちょっと一瞬止めておきます。これはまあいわゆるノーシンカー状態を作ってやる、まあ、ここはフリーリーグの流儀に従ってこれでいいんですけど、それ終わったらゆっくりズル引きます。ズル引く、はい、これはねズル引いてください。でそういう高さのあるストラクチャーがゴロゴロしてるとこを狙ってくれって僕言ったじゃないですか。そういったとこ行ってズルビルって言うとゴリゴリゴリってこう当たるときあるんですね、はい、その当たったときにポンポン2回ぐらい持ち上げてやる、で落とす、ポンポン持ち上げてやる、落とす。まあこれがね、まあこれラバージグフットボールとかと同じような動きなんで、フットボールでもいいんじゃないかと思うかもしれないんですけども、違うことがいくつかあります。一つはワームが左右に暴れながらなおかつ重りに引っ張られて一点にこう集約していく、要はエスケープアクションっていうのかな、これが出しやすい。フットボールだとどうしてもトントンでエスケープはしませんよね、これエスケープさせやすい。でもう一つは一瞬やっぱりノーシンカー状態っていうかルアーが軽い状態ができるんですよ。その状態って僕らから見てみればこんな一瞬こんぐらい浮いたぐらいで意味あんのって思うかもしれないですけど、魚ってこんなちっちゃいじゃないですかね、魚の目線ぐらいまで持ち上がってる、人間で言ったら立ってるけどこれぐらいまで持ち上がってると一緒ですよね、うん、これぐらいフリーなことが僕らにとってはささいても魚にとっては実はすごい一瞬クーマを与えられてるんですよね。だから一瞬でいいからルアーを持ち上げてフリーにして、これだけの話です。ズルビーてボトムについたらズルビーてゴリって言ったらポンポンって持ち上げてストラクチャーを乗り越えるぐらいの高さまで持ち上げたらフリーにして置いておく。で抜けたらまたズル引いてまたゴリゴリって感じたらポンポンってやって持ち上げて置いておく。置いておくのは1秒ぐらいでいいです。1ぐらいで、今これパッド山線香を使ってるんですけども、パッド山線香だともう1秒もあれば沈んじゃうんで1秒もかかんないかな。実際に音楽側の試合では、はい、そのルアーで、そうです、このままですね、はい。でこれもフリーリーグに使われるルアーってホグ系が多いんですけど、はい、フリーを演出したいんであればホグ系がおすすめなんですが、エスケープアクションを大きく演出したいときは、この山線香みたいなストレート系の方が全然いいですね、まあ、その辺はどこで食わせるのか、バーンと持ち上げてフリーで食わせるんだったらホグ、ボトムのちょっとしたストラクチャーでエスケープアクションを演出しながらフリーの時間に食わしたいんであればストレート系の山線香っていう感じで使い分けてもらえばいいと思ってます。で、まあ、これ用のロットなんですけど、コンクルージョンの、K5MC の 65MLS っていう、これ2021年発売の予定のライトワーミングのロットなんですが、まあ、ティップがソリッドでバットのパワーがしっかりしてる、これが結構重要で、どういう風に重要かっていうと、ゴリゴリしてる感じはこのティップでしっかりと感じ取るんですよね。でポンポンって持ち上げてやる、この時にバスが食っててもあまり違和感を与えないソリッドティップで、魚がかかったらカバーオフセット使ってるんでガツッと合わせたいんでバットパワーが必要ってなると、こういうロットが必要かなと思ってます。これ硬い竿でやっちゃうと多分そのゴリゴリをポンと乗り越えちゃってゴリゴリにうまくシンカー絡めて持ち上げるっていうのができなくなっちゃうんですよ。であるいはポンポンってやって持ち上げた瞬間に魚食っててもポンポンで食ってると合わせきれないじゃないですか、この時にバレちゃうことが多いんですよね。であとは、まあ、魚がどっちから食ってどっちに走るか分かんないから、やっぱちょっと間を持たせたいのでソリッドティップ結構重要になってきます。
あとバットパワー、これも重要です。糸がたるんでる状態で合わせるから、パチッと合わせなきゃいけないんで。で、まあ、このタックルセットで本間側もやっていきました。まあ、これは一つの僕のフリーリグの使い方に過ぎないんですけども、まあ、こうやってちょっとズルビーってやって、何かに引っかかったら、ポンポン、2回持ち上げて落とす。こんな使い方です。他にもね、フリーリグってすごくその、まあ、名前の通り自由なリグなので、いろんな使い方できると思うんですよ。だから、この使い方にこだわる必要もないですけども、こんな使い方で釣れるんだっていうのを分かってもらうと、フリーリグに取っ組みやすいかなと思います。ちなみに進化は何グラム？これで5グラムです。5グラムの、なんか、ちょっと扁平な、これは、ね、オンガガのストラクチャーがすごく引っかかりやすいんで、できるだけ細いものを選ぼうと思ってこれにしました。意外とズルビーてる時に食ったりとか、いろんな時に食ってきますね、はい、ポンポンの時にアップリ食ったやつもいましたね。練習の時はポンポンってやった瞬間に、おー食ってるおやべーってバレたやつもいたし、落とす時にゴーンって入ってやつもあるし、釣ったくれるようなバイトもあったし、あとエスケープアクションでちょっと強いアクションを入れてるんで、食う時は結構スピーディーにバスが食ってきて一気にルアー持ってかれることがありました。気になってたのが分かりました。ありがとうございます。はい、これぜひね、霞ヶ浦とかではやってほしいなと思ってます。はい。あ、これはね、そう、ベイトの方、フリーリグ使ったのは、あのコンクルージョンのプロトン 65MLS っていう、はい、ソリッドティップのベイト。ベイトワーミングロッド、はい。これはいいっすよ。これね、ベイトの 60ULS ぐらい。多分、ベイトワーミングの多分定番ロッドに今後なるなと思ってます。ベイトフィネスっていう釣りが今ちょっと伝ってきてるじゃないですか。まあ軽いもので柔らかい竿でっていうのは多分使い勝手が悪くてみんな使わなくなってきてるんで、まあちょっとパワーアップゲームもできるワーミングロッドっていう感じです。これもぜひ楽しみにしてください。楽しみにしよう。はい。いやでも最高のスタートになります、ね、そうですね。まあでもトーナメントでいい時もあれば悪い時もあって、はい、またきっと苦しい時もあるし、でまた きっと勝ちやすい試合もあるだろうし、そんなこともあると思うんで、まあ、気長に、気楽に、気負わず、力がいつも出せるように頑張っていきたいと思いますので、また応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、皆さん静かにしていただいて、ありがとうございます。